皆さんこんにちは。 MS プラッシュのほなみです。たまみです。りーなです。りんです。はい、今回はこのメンバーでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、季節はあっという間に12月になりましたが、皆さん風邪などひいていないですか？体調には十分お気をつけください。さあ、プロ野球シーズンも終了しましたが、みんなにこの1年思い出に残っていることを聞いていきたいと思います。ちなみに私は岡選手がサヨナラホームランを打ったヒロミナイトの試合がとっても記憶に残っています。さあ、リンは何か思い出に残っていることありますか？はい、私はずっと憧れだった MS プラッシュのユニフォームを着れたことです。今年からテイストもガラリと変わり、マリーンズカラーのブラックとホワイトを基調としたかっこいいデザインとなっています。360度球場のどこから見ても違ったデザインの見えるところもポイントです。私は今シーズン待ちに待ったボールパックステージで実施されたダンスショーです。私自身ステージでのダンスショーをお届けするのは初めてだったので、とっても緊張していました。実際ステージに立ってみて、マスコット M スプラッシュ、そして見ているお客さんと実際にステージを盛り上げることができ、とっても嬉しかったです。はい、私たちもとっても久しぶり、私自身も久しぶりのダンスショーだったんですけど、とっても楽しかったです。さあ、まなみは何かありますか？はい、私は鈴木愛理さんとグランドでコラボパフォーマンスさせていただいたことがとても嬉しかったです。リハーサルの時からもう鈴木愛理さんの笑顔にとても私たち M スプラッシュ全員癒されていたんですけれど、本番のパフォーマンス中にも実際に私たちにアイコンタクトをくださって、本当に本当に嬉しかったです。また機会があればぜひ一緒にコラボできたらなと思います。今回皆さんにお知らせするのは2022年度チーム26についてです。今年も入会特典に素敵なグッズが盛りだくさんですので、ぜひチェックしてください。ではまずチーム26について簡単に説明していきます。チーム26は千葉ロッテマリーンズの公式ファンクラブのことで、2022年度の入会受付をすでに開始しています。チーム26の会員コースは5種類の有料コースと無料会員コースがあります。今回はその中から私たちのおすすめの3コースをご紹介していきます。まず私が紹介するのは特典満載のゴールド会員です。こちらは年間複数回球場へお越しになられる方にとってもおすすめのコースです。ポイントは観戦チケットが最大6枚ついてきます。さらになんと特典グッズが5種類の中から選べます。今日はその特典グッズをご紹介していきます。はい、まず私が紹介するのはこちら、ミズノ 2way ジップジャケットです。井口監督がユニフォームの上に着用しているジャケットと同じ素材感のものを使用しています。袖部分の取り外しが可能なので年中着用することもできます。左袖部分にはチーム26のロゴ入りになっています。マリーンズの試合観戦時にチームと同じものを着用し、一緒に応援しましょう。続いて紹介するのはこちら、ファンクショナルトートバッグです。ビジネスバッグとしても使えるシンプルなデザインになっています。通常時でも肩にかけられますが、ショルダーバッグ用の紐もついているので、その時だけに合わせて使い分けができます。カバンの内部にはノートパソコンが入る PC ポケット付きです。そして底面のポケットには靴やお弁当箱などメイン部分と分けたいものを入れられます。たくさんのポケットがついていて機能性抜群なので、とってもおすすめです。続いて私が紹介するのはこちらの保冷温レジャーバスケット&カトラリーセットです。バスケットは保冷と保温が可能です。使わないときはバスケット内部の針金を畳むことでコンパクトに収納できます。カトラリーセットは4人分ご家族や友人とのレジャーにも最適です。レジャーでの使用だけでなく、お買い物時のバスケットとしても最適です。次に私が紹介するのはレギュラー会員です。こちらは観戦チケットと特典グッズがついているベーシックなコースです。そして最後に紹介するのが中学生以下限定の平日一部指定席がなんと無料になるジュニア会員です。こちらのレギュラー会員とジュニア会員向けの特典グッズは全部で4つ、
今回はいくつかの特典グッズをご紹介します。私が紹介するのはボトルポケット付き 2way ショルダーバッグです。こちらはショルダーバッグとしてもボディバッグとしても使える 2way の構造になっています。そこにあるボトルポケットには 600ml クラスのペットボトルが収納可能で、こちら保冷もすることができます。ボトルポケットとメインポケットは完全に別の部屋になっているため、ペットボトルを入れた際に水滴が財布やスマホについてしまうという心配はありません。感染時にも活躍すると思いますので、ぜひチェックしてみてください。続いて私が紹介するのはマルチポーチです。マー君の顔が全面にデザインされたマルチポーチです。スマホやカード類はもちろん、ポータブルゲーム機も入れられる大きさです。続いて紹介するのはこちら、カラビナ付きマグカップです。こちらはスタイルブランドダブルティーとのコラボデザインです。スタイリッシュでとてもかっこいいデザインですよね。お家でマグカップとして使用するのはもちろんですが、このデザインならレジャーでの映えも間違いなしです。続いて私が紹介するのはこちら、フラグメントケースです。キャッシュレス化が進む中、カードや小銭を入れて持ち運ぶのに最適です。皆さんいかがでしたでしょうか。チーム26の会員には他にも素敵な特典がいっぱいあります。ご来場の他にチケット、グッズ、飲食の購入でポイントを貯めることができ、さらにステージごとに先行販売でいち早く人気チケットを購入することができます。チーム26に入会して私たちと一緒にマリーンズを応援していきましょう。以上、M スプラッシュのほなみ、ほなみ、みな、りんがお伝えしていきました。ありがとうございました。